ラブフォックスはブラジルのインディエレクトロバンド CSS のリードシンガー。本名はルイザ・ハナエ・マツシタ。日系ブラジル人の家系に生まれる。母親はドイツとポルトガルのハーフであり、父方の祖父母は日本人である。16歳からイラストレーターとファッションデザインアシスタントをしていた。その後、音楽の活動に専念するために、それらの職業はやめている。 2006年 NME のクールリストで10位に2007年には3位に選ばれた2007年秋プライマルスクリームの 9th アルバムビューティフルフューチャーに参加した2008年5月 RG ボーグの表紙を飾った2007年9月21日クラクソンズのギタリストであるサイモンテーラー・デイビスと婚約したことが発表された2007年4月クラクソンズが 北部アメリカツアーを行っている際に、サイモンはタトゥー、ラブフォックスを右の腰に入れた。その後、2007年6月 CSS が北部アメリカツアーを行った際に、ラブフォックスはサイモンの名前のタトゥーを左の腰に入れた。ヒソが好きで、その香りを絶賛している。セインとセイヤのファンである。ありがとうございます。